ははいこんにちは、えー、今回はですね、アニアアニマルアドベンチャーから、えー、スミロドンサーベルタイガーのねレビューをしていきたいと思います。えー、こちらですね、えっと僕が中古で160円ぐらいで、えっとブックオフじゃない、えっと、リサイクルショップで購入したものになります。はい、えー、まあね、あのー、アニア全体なのかななんかその 恐竜に限らずこういう四足歩行の生き物はあまり可動が優秀じゃないというか顔とかにしかね可動域がなくて正直そこまでは話すことがないんですがやっていきたいと思います。はい、造形はねねすすごく綺麗です、ね、なんていうかこのあのスミロドン特有のこの細いんだけどがっちりしてるというかネコ科の哺乳類のその特徴を。 えー、ちゃんと捉えてる感じがすごくいいですね。この躍動感ある感じがちゃんと出てます。ただまあ可動域がないんでそこが残念ですね。はいで。顔もね、結構リアルですね。歯がこうきちっと出てて。で、一応可動域がここだけなんですが、口を動かすと、えー、っと、こんな感じで吠えてるような感じで遊ぶことができますね。はい。この時もね、あの歯がね、 干渉しないようにあのここがが若干ねくぼみがあるんですよねなののであのそこもちゃんと考えられてていいんじゃないかなと思います。はい。えー、そうだなぁ、なんかね、あのー、どこだっけな、ジュマンジかなんかの、えー、っと、フィギュアシリーズかなんかで、なんかこの、サーベルタイガーとかマンモスとかそこらへんの生き物が、なんかあのマテルのジュラシックワールドのおもちゃのパクリみたいなので、 海外で出てたみたいなんですけど、なんかそれをふと撮影する前に思い出しましたね。まあなんかあのー、プライプライマルクラッシュだっけななんかそういうなんか恐竜に乗るダイノライダーみたいな感じのおもちゃも当時何年か前に出たんですけど、それはちょっと欲しかったなと思いました。なんかあの今も ebay で使えば買えると思うんで、あのベロキラプトルとかだったら買おうかなと思ってますね。はい。 っていう感じですね。まぁ、あ、ちょっとね、あの、リサイクルショップで買った装飾恐竜たちと一緒に並べて終わろうかなと思います。はい。ショップテーラノトンどうしようかな。で、トリケラトプスですね。はい。これがまあ中古で買ったやつのセットですね。 えとこれの動画自体はあの開封動画はね、えー、前あげたんでそれをリンク貼っとこうかなって誰も見ないと思うんだけどまあ、あのー、一応買いましたそこでまああのー、そういう感じでね、まあ、僕のチャンネルではいろいろ中古で買った恐竜のフィギュアとかをね積極的に、えー、開封してあげたりとかまあ普通のレビューとかもやってますんで恐竜好きな方はよければチャンネル登録をよろしくお願いします はい、えー、というわけでね、今回は、アニアアニマルアドベンチャーから、えー、サーベルタイガーのレビューをしていきました。はい、それではご視聴ありがとうございました。